古藤パズルは、アリス川アリスが1989年に発表した推理小説、学生アリスシリーズの長編2作目である。本作からアリママリアが、学生アリスシリーズのレギュラーメンバーに加わる。同シリーズでは、クローズドサークルものの事件が定番であり、本作では、嵐で陸と断絶した古藤が舞台となる。また、同シリーズは、エラリークイーンの影響を受け、 全長編作品にクイーンの国名シリーズに習って読者への挑戦が挿入されており、本作では第5章と第6章の間に挿入されている。このミステリーがすごい。1989年16位、東西ミステリーベスト1 2 0 1 2年版の国内編95位。A と大学推理小説研究会の新入部員、有馬マリアのおじ。 竜一の別荘、暴露荘がある南の島、河敷島のどこかに、マリアの祖父、鉄之助が残した、自家航空円相当のダイヤモンドが眠っており、その隠し場所を示す手がかりは、宝の地図と鉄之助の遺言状に記された、進化するパズルを解いたものが、ダイヤモンドの相続人となるという言葉だけだという。マリアから別荘に誘われた、江上二郎と、有リ川アリスは、 宝探しを兼ねて一週間のバカンスを楽しみに島を訪れる。南の島での夏休みをマリアの親類演者たちとともに楽しく過ごす三人だったが、二日目、折り足く接近してきた台風のため全員が別荘で待機していた夜、龍一の義兄牧原看護と看護の娘、スマコがライフルで撃たれて殺されてしまった。ライフルは室内に見つからず、 ドアには掛け金がかかり窓は施錠された状態の密室であった。しかも無線機が壊され、連絡船もあと3日間は来ない絶海のことをという閉鎖状況の中、4日目、暴露層がある道塩岬と湾を挟んで、向かいの引き潮岬にある魚落層で、画家の日川ーーがライフルで撃たれて殺されているのが発見される。アリスたち一行は、 この連続殺人の謎に挑む。本作品を原作として、鈴木優斗の子作画で、古藤パズルの代で漫画化された。コミックアバルスから単行本は、全3巻。ありがとうございます。